はいどうも、学ぶ18号です。今日も甲子園球場やってきました。やっぱりね、負けた次の日はちょっとね、しんどい。ちょっとしんどい。体力なかなか回復しないですけども。昨日負けましたけども、ちゃんとね、反撃できてた。ヤクルトが取ったら阪神が取り返すっていうね、今までそんなんなかった。それとタイムリーがね、タイムリーがようやく出だした。今までちょっとソロホームランの得点が多かったんですけども、ちゃんとタイムリーで得点が取れるようになってきました。そうだ、ファームで中谷選手が、ホームラン2発打ちました。オリックス戦ですけども、そして、ドラフト2位の井上康太選手がね、スリーランホームラン、第2号かな、スリーランホームラン打ちまして、そして、藤浪投手が7イニング無失点のピッチング、4安打無失点7奪三振のね、快投を見せてくれました。これで藤浪投手、16イニング無失点ってことで、もうそろそろね、1軍上がってくるんじゃないでしょうか。中谷選手もね、ひょっとしたら1軍来るんじゃないでしょうかっていうことで、今日は中谷選手のユニフォーム着てきましたけども、今日の先発ピッチャーは、中田投手、ソフトバンクから来てくれた中田投手、前回はね、ちょっとね、中田投手思ったようなピッチングできませんでしたけども、今日は期待してます。ってことで、甲子園球場、行ってきます。食べたい。早く食べたい。梅ちゃんの豚骨ラーメン、早く食べたい。伸びちゃう。やっと伸びてへんかな。スープめっちゃ減ってる。麺が吸い込んでるやん。皆さん、阪神勝ちました。また最下位脱出。ごめさんやってくれた。今日ね、中田投手がね、3点取られて、あらら、これはやばいぞと思ってたんですけども、ランナー貯めて福留さんが、同点タイムリーツーベースヒット打ってくれました。しかし、岩崎投手がまさかの失点で、サンズ選手、同点ホームラン。ジェリーサンズ。レッツゴー。はい。サンズ選手が同点ホームラン打ってくれました。そして、またしても、福留さんが、今度は勝ち越しツーランホームラン、決勝ツーランホームラン打ってくれました。
いや、大声出せないのが辛い。大声出せないのが辛い。これぐらいのテンションであまり喋りたくない。めちゃくちゃでっかい声喋りたいけども、声が出せない。もう喜びを伝えきれないっていうね、もう、このもどかしさ。まあ、2番手の一平ちゃん。一平ちゃんいいピッチングしてくれた。能見投手もね、しっかり抑えてくれたし、最後スアレス投手はちょっとね、まあ、ヒヤッとしましたけども。勝ち越したらええねんって勝ち越したら、ということで、ね、結構ね、今、球場を閉めるのがね、早いので、そろそろね、帰りましょう。動画をね、ゆっくり撮ってる時間がない。ま、甲子園。勝った後の甲子園、こんな感じでーす。はい、ということで、帰りましょう。はい、それでは、どんどん練習しましょう。はい。